色が変わるスパンコールシート。今日はこれで人魚とマーメイドドレスに変身します。グッドボタンで応援してね。みんなスパンコール好き？私ね、大好きなの。キラキラでゴージャス、キュンキュンしちゃうよね。風船で足を一つにまとめたら、私らしい色のスパンコールで、えい、素敵。これも私らしいカラーで、裏返すと色が変わるの。これを飼い猫しぐれ。お胸も夏場のクローバーのスパンコールで華やかに。ゴールドとハートのアクセントをつけて、ピンクの人魚からスパンコールを裏返すとゴールドの人魚に。どっちもキュンキュンしちゃう。出来上がり。私が座る椅子もスパンコールで。マーメイドにはやっぱり貝殻だよね。布で綿をくるんで、組み合わせて足にしたら、かわいいよ。パールのラインストーンと泡みたいなデザインのラインストーンでデコレーション。クッションもスパンコールで、綿とグルーガンで人手の形に。パールで縁取りして、かわいいよ。もちろんこのクッションも色が変わるよ。どの組み合わせもで、もうほとんど完成ですね。紫のスパンコールで学びきです。簡単に可愛いドレスが作れるんですよ。もちろん
色も変わりますからね。バッグも作りましょう。スパンコールとラメシートで1分でできちゃいますね。こんなバッグ欲しかったんです。スパンコールのマーメイドドレス、こんなドレス、いつか着てみたいですね。シルバーのスパンコール、私も私カラーで人魚を作る。このパステルカラーのスパンコールは裏は赤、切れを切り出して2つ重ねるとかわいい。胸の部分は蝶と花。キラキラ。赤いスパンコールでアクセントを入れたら、胸の部分に使ったダイソーの蝶のパーツ。いいところに穴が開いているから、ダイソーのパーツを組み合わせる。簡単かわいい。蝶のピアス。出来上がり。豪華ゴージャス。セレブリティ。スパンコール人形出来上がり。憧れの人形叶ったよって教えてあげたい。人形、マーメイドドレス、色が変わるスパンコールシート、かわいいですね。アリエクスプレスというアプリでとても安く買えますよ。おすすめです。豪華でキラキラ、キュンキュンしちゃうよね。みんなはどれが一番好きだった？コメントで教えてね。グッドボタン押してね。キマホちゃんの他の動画も